ってはいるよな。ちょっとなんか突然接続が止まってしまいましたね。もうしょうがないな、この始めました。失礼しました。じゃあ続きをやります。なんだな、しょうがないな。その2ということでやります。続き、まあこんな感じかな。ちょっと派手にビブラートかけたいな。モジュレーションはどこだ。ちょっと音違うんだよな。こういう感じか。50ぐらいですか。Thank you.
かな。移り変わりもうちょっと自然になんないかな。なんかいきなり別物の音に変わったっていうのが。この辺にするといいかな。ベロシティは、切り上げるとどうなる。まあ上げてもいいか。スタッカート気味の方がいいのかな。
まあいいか。
これでどうだ。ギターの音色自体がね、波形が1個2個しかないからな、選べないんだよね。これをこんなところで妥協するしかないか。強く弾かなくてもいいんじゃないかな、ここは。あれ？これか。ちょっとこれもやり直すか。ドラム違うんじゃないか、これいいのか。ちょっとこれじゃないよな。
公園じゃないよな。ちょっと違うねこれ。ちょっと待てよ。これはいいかもしれない。まあこんなところだろうな。この辺だろうね。ちょっとボリュームでかいか。落としてもいいな。70ぐらいね。最後のところって頭に入ってるのね。これか。一応全開になってるな。Thank you.
ス落とすか。ベースを80。ドラム127ですか。最後はクニコさんですね。最後はあれだね、ドラマそのものって感じですよね。そうですね、ドラマでもこんななんか曲必死になってコピーしてるのは俺しかいないんじゃないかって思う。なんでこんな曲やってんだろうなっていう感じがしますけど、でもね、このなんか雰囲気っていうのはね、こういう度合いとかの、あとカサスとかの火曜サスペンス劇場とかの BGM でしか聴けないね、こういう雰囲気の曲ってなんかないですよね。なんか CD とか、まあ誰かのレコードでもそういうのないですよね。このなんか微妙に、なんだろう、スカスカの音楽で、なんか中身が濃いというか薄いというかよくわかんないけど、特に、この、こういうローズ系のエルピ使ってる BGM って、まあ、やっぱサスペンスドラマだよな、やっぱり。まあ80年代だと結構多いのかな、こういうのは。ギターですね。どうだっけ？これか。これで。まあいろいろ音楽はまあ聞いてきましたけど、なんかこういう系統に落ち着くね、なんか最終的にこういうなんていうジャンルなんだろうね。まあもともとはフュージョンなんだろうね。フュージョンがベースにあるんだろうね、ジャズとか。最後は、29でこれね。聞いてたから、ああ入ってっか。
感じかな。くにこさんですね。変なビブラートだな。なんだこれ。こういう音が入ってなってんのか。なんだろうね。全開になってんな。じゃあ最初から行ってみるか。そうですね、サウントラ版の 一般開放は少ないです。貴殿の制作能力に関しています。私もフュージョン系から来ています。サントラないですよね、度合いの。まああったとしてもモノラル音源なんだろうな。なんかそういうの売る気はなかったんでしょうね。まあ聞きたいです。で、なん今こうやって作ってるっていうのは、絶対この曲聴きたい人いるだろうなっていうのがあって、その一応 YouTube で聴けることは聴けるんだけど、なんか声がかぶさってますよね。あと音質も悪いし、ステレオじゃないし。で、音質が良くて声がかぶさってなくて、ステレオで、なんかまず俺が聞きたいよ、聞きたいっていうのがあったんで、そういうので、まあ聞きたい人もいるだろうなと思って、それでちょっと上げてみたんですよね。時にあの曲聞きたいわっていう時、貴殿のチャンネルで再生させてもらってガンガン聴いてます。ありがとうございます。なんかいろいろ有名な曲やる人は多いですけどね。例えば特捜最前線のオープニングテーマとか、あとまあなんだろうな、まあ有名どころは結構やる人は多いですけどね。トラベルミステリーとかね、やらないですよね。あとはなんだろうな、なんでこんな曲やってんのっていうのをやってますよ、やってますけどね、たまに。なんかA6 助の誰かとどこかというか、あんなの誰もやらないだなっていう。でもこれ聞きたい人いるだろうなというのと、自分も聞きたいっていうのがあったんでやっちゃったんですよね。でまあ
こうやってなんか声かぶさってて、なんか音質が悪いやつを聞きながら音取りをしていて、まあ結構間違いもあったりして、なんかいろいろね指摘されたりとかしてね、そう言ってもねっていうのがねあったりしてあります。ギターはこんな感じでいいかな。まあこれに、まあまあ前回やってた土曜ワイド劇場のオープニングテーマにしても、なんかねはっきりしない音がね結構あって、何のパートが鳴ってるんだっていう、わかんないけど、まあ多分ストリングスだろうとか、ね、ブラスが入ってんだろうとかね、いろいろ想像しながらやってます。ありがとうございます。どうすっかなギターは。原曲に比べるとスピード感がないんだよね、これ。なんだろうな。こんなもんか。ドワイの十津川警部シリーズの BGM ファンは多いと思いますよ。甲斐先生のサイトでサントラ開放希望の当初が多かったですから。なん多いですよね、十津川警部シリーズとか、あとトラベルミステリーとかのなんか BGM 好きな人って。ちょっと意外だったんですよ。2年ぐらい前かな、トラベルミステリーのなんだ路線紹介 BGM っていうのをちょっとまあ簡単にコピーできるから、まあやってみるかと思ってやったら、なんかすごい再生数もすごくて意外だったんですよね。でちょっとね、あれベースがねでかくてね、ああこれ失敗したなと思ったんだけど、まあまあいいわと思ってもうそのままにしてますけどね。ちょっとあの時バランス取るのがちょっといまいちねうまくできなくて、後になって気づいて、まあ上げ直すっていうわけにもいかなかったという、実はそういうことがあったんですよね。このベースがね、その次は。ちょっと違うんだね。でも度合いだとトラベルミステリー以外にそんなに人気のある、まあ BGM も含めて人気のある作品って何があるんだろうな。
というのはちょっとよくわかんない。まあ度合い自体も終わってるっていうのもあるんだけど、うん、ありがとうございます。あれは良かったですね。ありがとうございます。なんかそういう BGM とかそういうのになんかあんまり魅力がなくなったっていうのはあるかな。80年代ぐらい、まあ90年代前半ぐらいまではなんか BGM も面白かったけど、あんまり、いや全然違和感なく本物でした。いやありがとうございます。ちょっと今このネットをつないでるのがポケット Wi-Fi で実はやってるんですよ。で多分ものすごい遅れてると思います。コメント読んでから書いてもらってから反応するのにすごい遅れてると思います。まあ近々光回線にしますので、この辺はおかしい D なのかな。ここで D からか。ちょっとおかしいなここは。土曜ワイド劇場なんか一番最初からまあ80年代90年代あたりでも DVD とかで出しちゃったら売れるでしょうね。あ売れない。あでも結局今あれやってるのか、 CS 放送でやってるんだとしたらあんまりそんなに関係はないか。録画すればいいんだからね。そういうのも欲しいし、まあ見たい人いると思うんだよな結構。そして BGM なんかもね、やっぱりサントラなんかも欲しい人は多いと思うし、結構各局のドラマのサントラって人気があるかもですね。ドラマの中身の印象付けされて全然ご返信が遅いことは気にしないですが、遅れちゃってんですよね。
そうか。さっきと同じだな。もうちょっと早くしたい。そうね。ちょっとうまくいかないな。落としてみるかな。これじゃないんだよね。これじゃないんだよ。タイミング的にこっちだな。そうですね、十津川警部シリーズは鉄道ファン層が購入しそうで儲かるかもですね。多いですからね、鉄道ファン。あんまりね、最近の車両ってあんま分かんないんですよね。昔の車両だとなんか味があって、なんか結構まあ俺もなんか乗ってみたいなとは思ったりしますけど。もうちょっと伸ばすか。変なとこいたら。追加追加で。違うわ。ちょっとこうじゃないんだな。全然違ったな。
ディベンドでいいか。今ステンレス製の車両が多くなってダイヤもスカスカなので魅力減です。ステンレスなんですね。昔ってあれって鉄なのかな。昔のやつって錆びるから鉄になったのか、錆びるからステンレスになったのかな。アルミなのかよくわかんないです。に続くかな、ベースとドラムかな。エレピは問題ないけど鋼鉄製が多かったです。見た感じも重量感ありでした。昔のやつだとあの茶色い客車とかね、茶色い色の青とか、あのもうドアなんかも手動で開けっぱなしとか、あの雰囲気好きですね。もうまあ今じゃ絶対にまあ絶対ってことはないけどね、まあなんかたまに走ったりするのかな。なんか蒸気機関車なんかもたまに走りますからね。そういう時に走ったりするのかな。ああいうあの系ですかね。なんか古すぎるけど。でまあ蒸気機関車だとちょっと古すぎるから、まあディーゼルというかなんか電気機関車、なんかなんだろうな、あのなんていうの、 EF なんだかちょっと分かんないですけどね。赤い色の、赤っつうかなんだろうな、あの赤っぽいやつか、茶色い電気機関車、あの古すぎる昭和30年代とか、あの辺のやつがねなんかいいですよね。
ちょっと古すぎるな、すげえ本間物です。いや本間物というかなんだろうな、まああの辺がねなんか電車っていう感じかな、もういい味出してますよね。あのでっかいパンタグラフつけて、という感じですかね。まあ時間も時間なので、今日はここまでで、明日10時ぐらいにやるかもしれません。またご視聴よろしくお願いします。とまあとは言わないけど、まあ、今日はご視聴ありがとうございます。じゃあまあ多分明日もやるかもしれませんのでよろしくお願いします。